さあ、今日はヌゴプロジェクトのためにこういうところに買いに来ました。設計図は このようになります。見えるかな。この間に洗濯機と乾燥機が入るようになっています。テーブル行ってみましょう。はい、では今日の依頼です。ランドリーマシン乾燥機の上にテーブルをこう乗せたいね、こういう隙間がなくなりますから結構幅が取れます、どういう風に直したかというとこの辺かこの辺に入れ写真入れてきますので見てください。ではやってみましょう。ここまで出来上がりました。この上に板が乗るわけですね。
Thank you.